どうも、全国の両腕族の皆さん、こんにちは。宮野です。はい。ちょっとね、事件起きました。今、家なんですけど、はい。聞こえますかね、この音。聞こえてるかな？ちょっと事件起きたんで、早速見てもらいたいです。これです。水止まりません。はい。ピーマンも見つめております。はい。どうしたらいい？マジで。これね、いやいや、閉めたらええやんって思うじゃないですか。ね、わかります？これ。バカになりました。これ、押したら止まるんですよ。押したら。離したら出るんですよ。ここインド？インドこんなんか知らんけど。インドここ。ちなみにね、地獄のコップです。はい。このコップ、地獄に続いてると言われてます。そんなんどうでもいい。どうしたらいいんこれ。なんや、ほな、このままずっと俺言うんかい。我慢比べ系どうしよう。これ前からなんなんこれ。俺がおらん間になんでこんなことなってんねん。どんな生活したらこんなことなんねん。今気づいた。今気づいた。俺らじゃないの。コツあんねん。コツ？分からん、押すやろ。就職したら？就職したんや。なんでこんなことに。僕ね、2週間ぐらい家開けてたんですよ。帰ってきたらこんなことなってるやん。ああ、バレましたね。なにこれ。くもんくんのお友達の、はい、でっかいゴールでしょ。ああ、でっかい子が、はい、ぐるり回した。ぐるり回した。うん、ご覧になりそう。ぶっ壊れたんや。これでもなんなんコツって。同じ真下にガン押して、うん、じゃあなんか手応え変わるから。何やねん手応えって。でちょっとずつ回すの。回していったら、うん、閉まった感触で。あ、そうなん。はい。ちょっとやってみていい？水道なんかめちゃくちゃ使うからね。自分でできるようならな。今変わる人は分かる。ここまで分かる。それ何？手応え変わったって何？これでいいか。何やねん手応え。もったいないもったいない。もったいない。それ何？ああ、そう。あれ。手応えって何？何やねん手応えって。でもいいところもあるの。これの直そうか。これ直そうか。便利や。何が便利やねんこれの。止まるからちゃんと。ボタボタがないのは便利だ。めっちゃ時間かかるで。でもコツさえ使うんや。そうなん。俺はこの水道を愛そうと思ってる。
そんな骨折した友達はもう友達じゃないんや。じゃだから直そう言うてんねん。なんで骨折したまんまやねん。骨折してる時はもう友達じゃないんや。だから直そうって。直そうとった友達じゃないんや。だから俺は骨折した友達、骨折丸ごと含めた。なやねん友達って。うっとうしいな。確かにめんどくさいよ、いちいち。いやめんどくさいよ、めんどくさい、時間かかるよ。お世話せなあかんよ。遊んでたらお世話せなあかんよ、うん、でもそれごと俺は友達や。直そうや、一緒に。別に直さなくてもええがな。なんでやねん。骨折してもそいつはそいつや、こいつはこいつや。じゃあこのままで。うん、分かった。俺このままに一票。今は俺現状の方が好きまである。えぇ、ー、いやマジでマジで。僕もコツつかみます。はい、はい、まあいつもレクチャーします。あ、お願いします。全然いつも言ってくれてくれるときは。